ミゲル・トーレスは、スペイン・カタルーニャ州に拠点を置く、ステルワイン生産者。ボデガストーレスとして知られる。個人所有としては、世界最大の生産量を持つワイナリーである。日本への輸入元はサントリーだったが、三国ワインを経て、現在はエノテカである。スペイン・カタルーニャ州には、フレシネ社やコドルニュー社といった、世界最大規模のスパークリングワイン生産企業があり、 これらの企業は、シャンパン同様のビンナー二次発酵方式によるカバを生産している。ミゲルトーレス社は、カタルーニャ州最大のスティルワイン生産企業であり、2006年時点で年間約3200万本を生産しており、うち約30%を自社畑で栽培したブドウで賄っている。ミゲルトーレス社は、ジャウマトーレスによって設立された家族経営のワイナリーである。 カタルーニャ州タラゴナ県、ビラフランカダルペネデスから 4km の距離にあるパクスに本社を置いている。スペイン最大のワイナリー、スペイン最大の原産地故障ワイン生産者であり、スペインの原産地故障であるデノミナシオンでオリヘイに認定されているペネデス地域に最も広大なブドウ畑を持つワイン生産者である。標高 600m 以上のブドウ畑で多種類の 国際品種を栽培しており、スペインの土着種ではなく、国際品種から大部分のワインを生産し、さらに大部分はセパージュワインである。ミゲルトーレス社の拠点であるペネデス地域トーレス家は17世紀からペネデス地域でブドウを栽培していた。スペインのカタルーニャ地方に生まれたジャウマトーレスは、16歳だった1855年にスペイン領キューバに渡ると、 石油産業と海運業で成功を収め、裕福になってスペイン本国に帰国した。ジャウマは弟と一緒に家業であるワイン産業の道に入り、1870年にタラゴナ県ビラフランカダルペネデスに家族経営のワイナリー、ミゲルトーレス社を設立した。当時のペネデス地域は甘口の主精強化ワインの産地だったが、ミゲルトーレス社は初めから 辛口のテーブルワインの生産に取り組んでいる。トーリスケはキューバからの石油輸送船団を所有しており、生産したワインは主にキューバに輸出された。1873年にはウィーン、1876年にはフィラデルフィア、1888年にはバルセロナで開催された国際コンクールで高い評価を得た。ヨーロッパの他産地に、 外虫フィロキセラが流行していた時期だったため、その代替産地として、南米への輸出量を急速に増やした。1904年には、スペイン国王アルフォンソ13世が、ミゲルトーレス社を訪れ、50万リットルのオークソンの中で昼食を召した。1872年には、同じペネデス地域に拠点を置く、コドルニウケノホセラベントスが瓶内二次、 発酵方式によるスパークリングワインの生産に成功しており、本格的にスパークリングワインの生産を開始して、コドル入社を設立した。1890年代から1910年代にかけて、カタルーニャ地方のブドウ畑がフィローキセラによって壊滅的な状態となったため、コドル入社のカバの成功に刺激された生産者が、黒ブドウ品種から、 スパークリングワイン用の白ブドウ品種への植え替えを進めた。これによって黒ブドウの買い付けに混乱が生じ、カタルーニャ地方のスティルワイン生産者はカバの飛躍の煽りを受けた。1932年には第三世代のミゲル・トーレス・カルボーが後を継ぎ、ブドウ畑とワイナリーを拡張したものの、スペイン内戦中の1939年には誤爆によってワイナリーが全壊した。 カルボーは1940年にワイナリーを再建し、それまではワインを損単位で販売していたが、この再建を機にボトルワインの販売を開始した。1940年代前半にドイツ軍がフランスを支配下に置くと、スペインからフランスにワインを供給することができなくなり、カルボーはアメリカ合衆国に赴いて自社のワインを宣伝した。第二次世界大戦後には、 戦乱で疲弊したヨーロッパ諸国に自社のワインを売り歩いた。カルボーの子供たちは1941年生のミゲル・アグスティン・トーレスがブルゴーニュ大学でワイン醸造学を6歳年上のアニフ・フアン・トーレスがマーケティングを学んだ。フランコ独裁政権下の1966年にはミゲル・エ・トーレスが国際品種の導入を図った。手始めに シャルドネ氏とカベルネソービニオン氏を続いてメルロー氏とピノノワール氏とリースリング氏とゲビュルツとラミネールダネを導入した。また発酵用のステンレスタンクを導入して生産設備の現代化を進めた。スペインワインが国際舞台に上がるきっかけを作ったのはこの際に植えられたカベルネソービニオンのマスラプラナである。1979年から1980年にかけて フランスのゴーミヨシ主催で行われたワインオリンピックではボルドーのシャトーラトゥールやシャトーオブリオンを抑えて1970年のヴィンテージがカベルネソービニオン部門で優勝した。当時のワイン界ではセッパーアジュワインは朝んでなくまたテロワールにあった品種を栽培するという概念も乏しかったためミゲルトーレス社のワイン生産方法は新鮮さをもって受け入れられた。 また、クローオンセレクションにも取り組み、スペインの土着品種の復活にも取り組んだ。1991年には、ミゲルエートーレスが社長に就任し、フアントーレスがマーケティング部門の統括者に就任した。2013年に、日清交流400周年記念事業の一環として、マドリード王宮で行われたフェリペ皇太子夫妻、 皇太子なるト新郎出席の晩餐会では、マスラプラナの2008年のヴィンテージが教室された。1870年に設立された、ミゲル・トーレス社は、5世代にわたって、トーレス家が経営を行っている。ミゲル・トーレス・カルボーの息子、ミゲル・アグスティン・トーレスは1941年に、生まれ、フランス・ディジョンにある、ブルゴーニュ大学で、ワイン醸造学を学んだ。 1966年には、ドイツ人芸術家のバルトラウト・マクサセックと結婚し、ドイツの市場にトーレス社のワインを売り込んだ。1991年に、カルボーが死去し、ミゲル・エイトーレスが、社長、最高業務責任者に就任した。ミゲル・エイトーレスとバルトラウト・マクサセックの間には、ミゲル・トーレス・マクサセック、ミレーア・トーレス・マクサセックが生まれた。ミゲル・ T ・マクサセックは、 ミゲルトーレス社の最高経営責任者となり、1969年生のミレーア・ティ・マクサセックは、ジャンレオン社のゼネラルマネージャーを務めている。ミゲル・ティ・マクサセックは2002年に結婚し、3人の子供を設けている。1993年には、ブルゴーニュのメゾン・ジョセフ・ドルワンと共に、世界的な家族経営ワイナリーの団体である、プリームム・ファミリエ・ビニを立ち上げた。 プリームムファミリエビニにはフランスから、ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルと、メゾン・ジョセフ・ド・ルーアンなどが参加しており、スペインからは、ミゲル・トーレス社と、ウニコで有名なリベラデル・ドゥエロのベガシシリア社が参加している。ミゲル・トーレス社のワイナリーは、ペネデスにあり、ペネデスには、ブドウ畑も有している。トーレス家の地元である、ペネデス以外では、カタルーニャ州内のコンカダ・バルバラー。 カスティーリア・イレオン州のトロ、ムルシア州のフミイリア、カスティーリア・イレオン州のリベラデル・ドゥエロ、カタルーニャ州内のプリオーラートにも自社のブドウ畑を所有しており、最近ではリオハのブドウ畑にも手を広げた。ミゲルトーレス社が拠点を置くペネデスはカバの大規模生産者であるフレシネ社やコドルニュー社の拠点でもある。ペネデス産ブドウのみではワイン生産に必要な 黒ブドウが不足してしまうため、カタルーニャ州内のタラゴナ、モンサン、テラアルタなどのブドウ栽培業者から大量のブドウを購入している。スペインの原産地故障制度であるデノミナシオンで、オリヘンではアルドゥ認定地域で栽培したブドウを異なるペネデスでワインに醸造した場合、そのワインにはペネデス認定ラベルを貼ることはできず、ワインの品質に関わらずテーブルワインとして、 出荷せざるを得ない。この矛盾を回避するために、カタルーニャ州内のドゥすべてを包含するドゥ、認定地域として、カタルーニャが設定されている。この制度により、タラゴナで栽培したブドウをペネデスでワインに醸造した場合、カタルーニャ産ワインとして出荷することができる。ミゲルトーレス社が生産する畑限定ワインの中には、コンカダ、バルバラーのラベルが認められたワインがある。 コンカダ・バルバラーで生産されたブドウペネデスのワイナリーに輸送してワインを生産しているが、これはコンカダ・バルバラーの特例によって認められている。1979年にはチリのセントラルバレーに100ヘクタールのブドウ畑を購入し、ワイナリー・ミゲル・トーレス・チレを設立した。ヨーロッパのワイナリーとして初めてチリに進出したのがミゲル・トーレス社であり、 チリのワイン業界にステンレスタンクなどの現代的な醸造設備や技術を導入した。1548年にフランシスコ・カラバンテスによって行われたチリへのブドウの木の発植樹。1851年にシルベストレ・オチャガビアによって行われたフランス原産種の導入とともに、ミゲル・エイトーレスによる最新醸造技術の導入は、チリワインの歴史における重要な3日間の一つに、 数えられている。初めて生産したワインから高評価を受け、すぐにチリでも最高の値段をつけた。マンソゲベラスコ、ネクタリア、コルディエラカリニャン、コルディエラシャルドネ、コルディエラブリットピノノワールなどの銘柄を持つ。1986年にはマリマールトーレスがアメリカ合衆国カリフォルニア州にワイナリー、マリマートーレスを設立した。カリフォルニア州、 そのマグンに25ヘクタールのブドウ畑を購入し、シャルドネシュとパレラーダダネを植えた。サンバレンティン畑限定ワインを産するグランムラギス。大衆ワインは、ブドウ栽培業者からブドウを購入して、ワインを生産している。高級ワインは、自社畑、または、契約畑で栽培したブドウからワインを生産している。畑限定ワインは、 自社畑の中でも自所を限定したブドウからワインを生産している。グラングラーチェスは13世紀に首都海の修道士が開墾した畑を起源とするペネデスで最も冷涼な高原にある畑で栽培された土着種を用いた畑限定ワインである。14世紀の定石の周囲に畑が広がっており、スレートや砂利などからなる土壌がミネラル光を与えている。 ミゲルトーレス社は畑ごとに異なる品種を植えており、マスラプラナはカベルネソービニオン種から、マスブラスはピノノワール種から、ミルマンダはシャルドネ種から生産されている。ありがとうございます。